はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグリュービジです。今回は、スーパーファミコンのゲーム、機動戦士ガンダムクロスデミッション0079の続きをプレイしていきたいと思います。前回までに1年戦争編となる第1部をプレイして終わりました。今回は第2部外伝になります。この第2部外伝はですね、6話の構成になっているようなので、今回からですね、6回に分けてプレイをしていきたいと思います。ガルマが戦死して5日後、0079の10月9日、灼熱の大地、ゴビ砂漠で、ということですね。では、本格的にストーリーの方から見ていきたいと思います。クズはクズらしく、クズなモビルスーツを使えばよい。まあ、上官としてもなかなかここまで言えないですよね。すごいな。まあ、でもこのボル君にしても階級がタイプなんで、まあ、ホワイトベースの艦長だったブライト、この当時は中尉だったと思うんで、まあ、それにしたって、なかなか、エリートと呼ぶにはホワイトベース隊はふさわしくないような気もするんですけどね。
はい。というわけで、ガンキャノンですね、レベル20にそれぞれ、一面戦争編で上げておきました。カイとハヤトが乗っていたガンキャノンですね。で、なので、マガジンとエネルギーパックを積んで出撃ということにしたいと思います。レベル20まで上げておいたのが、ここで生きてきそうですね。今までだったらここにガンダムが一番上にいたと思うんですけど、まあ、ガンダムがいなくて、ガンキャノン2機で出撃ということですね。クロースコンバットには気をつけろ。クロースコンバットって要は近接格闘戦のことなのかな。この真ん中にいるのはイフリートですかね。まずマップから確認しましょう。2つしかないんだ。だったらもう直進あるのみですね。いきなりフリーとか。ちょっと距離を2人詰めておきましょう。格闘戦に持ち込まれるのは嫌なんで、ここは近点攻撃で一気に。クリアしていきましょう。残るな。強い。思ったより全然強い。間違えた。自爆した。これ結構食らうぞ。そうだよな。まさか自爆することになると。これで400以上のダメージ取れる。まあ400かな。400ちょっといかないかな。あ、ただ2回ピンポイント攻撃浴びせたので、まあ、800近いダメージ取ったと思うので、これでようやく1体知りとけられる。まあ、そういう感じですかね。ではまずマガジン補給して、それから、またやっちゃった。またやっちゃいましたね。せっかく回復したのに。自爆して基地に戻っていってしまった。ただレベル20なのでひるむことなく攻撃をしていきましょう。ウクリートはそっか。ちょっとウクリートが行っていきましょうか。寄ってくるな。ピンポイント攻撃でダメージを取っていきます。まあ、オペチョンがなければ、1回の攻撃で食らうのは40なので、まあ、200を切ったら回復する。残りのエネルギーが200を切ったら回復するっていうことを徹底していけば大丈夫そうですね。
はい。ということで、なかなか、クズな上官にボル君も手こずってるようですが、まずはね、ガンキャノンレベル上げておいたおかげもあって、イフリート難なく撃退できたと思います。この調子でですね、この外伝もプレイを進めていきたいと思います。